ゼアノートを倒すには悲しみの中で眠る者を再びこの地に迎えねばならない。これは最初に話したな、うん、今回の承認試験は目覚めの力を手に入れる旅でもあった。だが空は最後に闇に飲まれたことで新たに身につけた能力が完全ではない。さらにゼアノートの器とされかけたことでこれまで身につけた能力の多くが失われている。それは自覚しているのではないかな。まずは失った力を取り戻すのが先決だ。すべてを取り戻すことはできないだろうが、今回の承認試験で得ようとしていた目覚めの力だけは完全な状態にしなければならない。かつて失った力を取り戻したヒーローの元を訪ねてみるがよかろう。何かヒントが得られるかもしれない。ですね。うん。ヒーロー様、僕たちも空と一緒に行きます。もちろんそのつもりだ。空を助けてやってくれ。また楽しくなりそうだね。旅行じゃないんだぞ。出発だ。行ってきます。聞こえた？でもコロシアムじゃないよね。空は開いてないとでしょ。またちょっとずれただけだって。すぐに会えるさ。とりあえず行ってみよう。そっちじゃねえぞ。え、山があったら普通登るでしょ。空高いところ好きそうだもんね。当然。おい、行くよ。
丈夫？メグ！大変なことになったわね。うん、ハートレスまで現れたからね。ソラたちがいてくれて助かった。